それでは、実際に、え塩、ー、谷先生の、えー、精神超速法の具体的なやり方をご紹介します。急速、重速、塗速、小速の繰り返しになります。これの腹式呼吸です。で、生速は、まあ、あのー、静かな息。息を整えるだけの息なので、まあ、普通の呼吸と思ってください。 で重要なのは、陰を組むことです。鈴のンって言いまして、えー、柔らかくこういうふうに、あのー、おにぎりを包むように、えー、利き腕が上に来るように組みます。えー、私は右利きなんで、えー、右の親指が上にくるように、こう柔らかく、中に空間があるように組みます。ぺたんこうペタンコにならなくて、横にもならない。こういうふうに。 左利きの人は左の親指が上にくるように組んでください。そして肘は90度に曲げます。えー、そして、えー、脇は締めますこう。脇は締めます。だからこういう形になります。こういう脇を締めた形でゆっくりと包み込むようにこう印を組みます。この鈴のインチの最も重要で すべ、えー、ての印の親、親です、えー。信号集ではいろんな印がありますけれども、すべて、えー、小さい、あのー、いわゆる枝葉の印で、これが大元の大木の根元の印です。すべてをつかさどる一番大きい印がこの鈴の印です。この鈴の印を必ず組んでください。で、これをこう着まして、で、立ったままでもいいですし、座ったままでもいいです。 で座る場合は、えー、軽く背,な背筋を伸ばすように、えー、腰掛けてください。でこの状態で、えー、急足、重0足、2足、小足を、えー、繰り返します。でこの時に必ず鼻で息してください。鼻で吸って、鼻で吐いてください。口は閉じたままです。 で、えー、この急速、重速、途足、小速をするときに、急速をするときに、えー、宇宙の無限力が、えー、酸,素酸素となって体の中に入ってくる、みちみちでくると唱えてください。そして、えー、重速、息を止めるときに、えー その酸素が体の中に行き渡ると思ってください。そして、土足の時に、これは9足よりゆっくりします。ゆっくり息を吐くんですけど、この時に、えー、あなたが、えー、叶いたいことを断定的に唱えてください。例えばそうですね、痩せたとか、恋人ができたとか、お金が儲かったとか、 仕事がうまくいったとか、なんでもいいですけど、とにかく、あの、断定的に過去形で言ってください。宝く、宝くじが当たった。でもいいです。で、その時に、一緒に断定的に言うとともに、内観と言って、えー、イメージしてください。具体的な、その様子を。頭で動画で。例えば、えー、健康になったならもう生き生きして、えー、飛び回る自分の様子を、 頭の中でイメージして思い浮かべてください。はい。それと同時に断定的に、あ、健康になった、健康になったと過去形で叫んでください。あ、叫ぶっていうか、唱えてください。はい。それと、えっ、えー、と、小さい息を2つします。あ、あ1つします。歩いてるときは2つでいいです。じゃあちょっと具体的にやってみましょう。休息から。はい。 鈴の韻を軽く組んで浅く背筋を伸ばして浅く座って鼻で息をします息で鼻で息を吸いながら宇宙の無限力が体の中に満ちていく重足息を止めます 肩の中に酸素が行き渡る。そく自分の思いを言います。健康になった、健康になった、と言いながら、健康になって生き生きして野原を走り回っている自分の様子を思い浮かべます。そして息を吐きます。そして消息、息を整えます。吸って、 吐いて。で、これが結構意外と難しいんですよ。こう、やりながら思い浮かべて、やりながらやるっていうのはで、えー、私がやってる方法は、簡単な方法でも、言ってしまってからやって、やってしまってから言うっていう方法ですね。やってみましょう。今の方法を。例えば、宇宙の無限力のが3素,素となって、 体の中に行き渡る健康になった健康になった背筋伸びた腰痛治った腰痛治った というこういうういいい感じででですす、はいまあ、あ人それぞれぞ自分のやり方でいいと思うんです私はあの朝ウォーキングしているので歩きながらすることもあります。えー、近所ひかり先生なんかは、えー、テレビを見ながらドラマを見ながらすることもあるらしいです。はい、何かをしながらながらいわゆる精神調速法でもいいです。人それぞれ自分の,あのアイディアでやってもらって結構です。はい で、あのー、肝心なのは本当に息を吸って、えー、息を吐く、鼻でするということと、えー、強く、えー、願いを断定的に、えー、過去形で、えー、言うということですね。はい。そこが、あのー、コツです。 宇宙の無限力が体の中に満ちているとにかく腹式呼吸なんでお腹を出すようにして横隔膜を下げるっていうイメージですねこの、えー、タンデンを下げるっていうイメージ横隔膜を下げて中の肺の下の部分の肺胞を 広げるっていうイメージでやってください。はい。じゃあ最後に皆さん笑うでしょうけども、やってみましょう。宇宙の無限力が体の中にみちみちていく。 この動画が人気が出ますように。この動画が人気が出る。この動画がバズる。この動画の再生回数が増えた。ありがとうございます。ということです。はい。で、この精神調査号をやると同時に、 えー、あれ先ほどの「大断言」えー「神の無限の力がこりこってまことの台湾の御用が成り立った」とですね「えー、大宣言」「我は神の子」 全知全能にして完全無欠永遠無限の愛と感謝と喜びなりあれ出てこないあこれかこれと一緒に唱えるともう最高ですはいということでありがとう感謝します嬉しい楽しい幸せ美味しいついてる許します 愛してます「精神・超速法の実践編ご覧いただきありがとうございました。